ん、しっかりと保湿をする。そして3つ目が、はい、3つ目はあのいつでもこれはできるんですけど、はいはい、あのお肌にお手入れする、お肌をお手入れするときにちゃんとこう自分でなんかこうお肌を触りながら、あ今日も一日ありがとうとか明日も頑張ろうねっていう気持ちを込めてスキンケアをすることがすごく大事です。おお、あ自分のお肌にも感謝してあげるってことですか。そうですね、あの植物にも綺麗な言葉をかけるとすくすく育つっていうお話があるように、多分自分のお肌もちゃんとこうないがしろにせずにいたわってこうスキンケアしてあげることでお肌ももっと元気になるんじゃないかなと思って、私もあのメイクを落とす時も今日も一日頑張ったねって、夜もあのこう化粧水をこちらを染み込ませながら明日もよろしくねって言っていつもスキンケアをしてます。そういったこう感謝の気持ちっていうのが今こうして少しお話ししてるだけでもね、なんかこうファンの皆様へのなんかこう感謝の気持ちっていうのが皆さん伝わりますよね。もううんうんと皆さんうなずいていただいてるんですが、やっぱりこう常にどんなことにも感謝をしながら、はい大事ですいいですね、もう本当に常にねこの F1 シリーズを使っていただいているということなんですが、これあの使うときになんかこう自分の中でこうセオリーだったりこうポイントだったりっていうのってありますか。いやあのたくさんあるんですけど、まずこのクレンジングオイルに関しては、はい、こちらですね、プッシュして出した後に、うん、ちょっと手でなじませて、はい、こう優しくまず目元から落としてあげて、ちょっと自分の体温も使ってこう液を温めて使ってあげるのがすごくおすすめです。ちょっとしたことなんですけれども、それをするとしないとではやはり違いますからね。違いますね、こうゴシゴシただ落ちればいいじゃなくて、やっぱりお肌は毎日こうお手入れして優しくお手入れしてあげなきゃいけないので、こう毎日優しくやってあげてます。あとはこのオールインワンジェルは、はいはい、あの私お家でも使ってるんですけど、うん、あの地方に出張に行くときにこうちっちゃい瓶に小分けして、これ1個あったらもう心強いのでかさばらないし、1個でも美容、あ化粧水、乳液、美容液で保湿してくれる成分が全部入ってるので、なのでこれをこのオールインワンジェルをいつも持って行ってます。おあの先日もあの長野の方に行かれてましたよね。はい、はい、長野に行く時も持って行きました。でちょっと最近その瓶の中にもうなくなりそうだったので、またお家で補給をして次の旅に備えて、はい準備してます。あそうなんですね、やっぱりこう忙しいですし、こう取材終わってこうホテルでってなると、そういった時間もねなんかちょっとやっぱり女の子としてはホッとするいいひとときにしたいですからね。はい、あといつも使ってるものを、うん、その出先でも使うとやっぱり安心感もあるので、そういう気持ちの面でもすごく支えてくれてますね。もうこれがあれば大丈夫っていうことで、はい、いやこう忙しいちなみさんの肌をこう DHC のこの F1 シリーズが支えてるんだなと思うと、なんだかちょっと嬉しいなという気もしますけれどもそうなんです、あとこのラインナップで全部あるので、はい、なんかこう迷わずにこうすぐ使えるし、あとはこう化粧水も2パターンあったりして、今日はちょっとさっぱりめにしたいなと思ったらこっちのフレッシュローションを使って、今日はこうしっとりさせたいとか、あ今日はちょっと乾燥したかなっていう日はこっちのウォータージェルを使ったり、ちょっとこう使い分けもこうなんだろう、お財布に優しいんだけど、こうそこで贅沢ができちゃうところもすごくいいなと思っていつも使ってます。うわもう本当に使いこなしていただいてますよね。もうすごいもうなんか CM ではこうあやっぱ使ってくださってるんだなと思ってましたけれども、はい、プライベートでも実際にね使っていただいているということで、やっぱりこう20代女子ってまだまだちょっとお母さんのを借りて使っていたり、あお姉ちゃんのを使っていたりであるとか、こう自分のまだこうスキンケアを揃えることをしていないであるとか、やっぱりこうお財布のために安ければいいやみたいなこう安いものを使っていたりって、いろんなねこう悩みがあるかと思いますけれども、これから30代40代を迎える20代ですからね、はい、やはりこだわってほしいですよね。そうですね、しかも DHC さんが20代と本気と向き合った商品なので、もう気合をちょっと感じますよね。なので、そうですよね、もう安心して使えますし、
こう F1 シリーズでこう一つのラインで全部商品があるので、まあ、これが手元にあったら鬼に金棒と思って、はい、私も使ってます。まあ大絶賛いただいておりますので、今日はね男性の方もたくさん集まっていただいてますので、はい、ぜひ20代女子へのプレゼントは、はい、この DHC の F1 シリーズでお願いいたします。うん、そうなんです。あとは、まあはい、パッケージも可愛いので、うんうんうん、本当にこう置いておくだけでもこう気分が上がりますし、あ毎日これを使おうと思うとやっぱり形も色も大事なので、そこもすごく嬉しいポイントですね。本当ですよね。もう女の子はもう細部にわたってこだわりますからね、はい、そのこだわり抜いた商品ということで、ぜひ皆さんも使ってみてください。さあ今回のこの体験イベントなんですが、テーマが先ほどちなみさんにもおっしゃっていただきましたが、できる大人より可愛い女ということで、ちょっと私はぐさっとくるところがあるんですけれども、やっぱり可愛い女っていうのをね大切にしなきゃいけないなと思うんですが、こうちなみさんから思うこの可愛い女、どんなイメージでしょう？可愛い女は、うん、やっぱりいつもこう気持ちが元気で、こうみんな一緒にいるとなんだろう、気持ちが明るくなるような方かなって思いますね。あ、結構内面から来る可愛らしさっていうのは、そうですね、やっぱり内面がチャーミングな方だと、あ素敵だなと思って、なんかそういう方って多分仕事をするときはちゃんと仕事をするモードになるし、友達と楽しく過ごすときは友達と楽しく過ごすモードになるし、そういう切り替えの部分もちゃんと持っていて、で内面が可愛らしいなっていう方がいいですね。ほう、オンオフをこうしっかりできる女性、はい、やっぱり20代の女性は、はい、もう頑張らなきゃいけないことがたくさんあるんですよ、だからなんかその中でもこうキリッとしてるところもありつつ、でもこう可愛らしさも持ち合わせてる女性が素敵だなって思います。わあ、ぜひぜひ皆さんもこの可愛い女目指してね頑張っていただければと思います。さあ今回なんですが、この F1 スキンケアのイベント、今日から2日間ここ新宿ステーションスクエアで実施していくわけなんですが、あの会場をこのご覧いただいたステージをご覧いただいたイメージっていかがです？なんかこの新宿にピンクっていう色がすごく映えてて、うん、ピンクって女の子みんな大好きな色ですし、うん、そうですね、こうパンってお花が咲いたような会場ですごく素敵だなって思います。